これできないと大変です。早速なんですが、皆さんこれできますか？なんでこんなことを聞くかというとね、うちの妻ができなかったんですね。産後過ごしていると結構こんな感じで反り腰になってしまってたんですね。腰が反ってしまうとさっきの動きはですねできないんですよ。そして反り腰の状態になってしまうとバストトップが下がる、お腹がポッコリ出ていく、太ももの外側が出っ張るっていう状態になってしまうので非常にもったいないです。反り腰なので腰が悪いっていうふうに思うかもしれないんですけど、そんなことないんですね。腰は被害者です。じゃあどこが加害者かっていうと、まずは背中、猫背になってしまうと背中が丸まります。そうなってくるとそれをバランスを取ろうとして腰が反っていくということで、まず一人目の加害者は背中です。そしてもう一人います、股関節です。座っている時とかに内股になってしまうと腰が反ってしまいますので、太ももが内向きになることによって腰が反ってしまう、股関節も加害者になっていきます。むしろ腰は背中と股関節のバランスを取ってくれるめちゃくちゃ優しいやつなんですよ。そのめちゃくちゃ優しいやつをお前のせいだお前のせいだっていうのはかわいそうじゃないですか。バランスを取ってた腰をしっかりいい位置に戻していく、デコルテが上がることによって胸のバストトップが上がる、ぽっこりお腹がへこむ、太ももの外張りが取れるという状態を今回は作っていきます。やった妻があこれならちょうどいいわって言ってたので、皆さんも簡単に手軽にできる内容になってますので、ちなみにやった妻のはこんな感じでいい感じで動くようになって、姿勢自体もしっかり解消していってます。終わった後鏡を見ていただくと綺麗な自分と出会うことができますので、最後まで一緒にやっていきましょう。それではエクササイズを行っていきましょう。1種目30秒で行っていきます。長いなと思ったら休憩していただいて大丈夫です。種目も飛ばしていただいて大丈夫ですので、最後まで一緒にやりきましょう。では座った状態になります。あぐらでもいいですし、そのまま正座でも大丈夫です。手を頭、反対の手をへそ、体をねじっていきます。ねじる時なんですけど、首から順番、頭から順番にねじっていくようにしてください。でひねる動きはですね、腰がすごい苦手な動きなんですね。そうすることによって、ひねることによって背中がしっかりほぐれていくので、背中が硬いなーっていう方は特にねじる動きからしっかり始めていきましょう。反り腰の方もできるだけねじる動きから始めるのが大事になっていきます。さあもう1回ぐらい、はい、OK です。そしたら入れ替えていきます。で少し斜め上を見るようにしながら、首から順番にねじるようにしていきましょう。さあ、ねじります。ぐーっと、さあ呼吸だけ止めないように自分のペースで呼吸を繰り返してみてください。ひねるときですね、反対側に体重がかかりやすいので、しっかりひねってる側のお尻床に踏むようにしながらねじっていきましょう。少し斜め上を見ていただくようにするとしっかり動きます。これが下向いちゃうとねじり具合止まってしまうので、しっかり上を向くようにしながらねじってください。無理のないペースで、力ではなく自然と動ける範囲で動かします。OK、 そしたらですね、今度は指をガシャーンとしていただいて、思いっきり猫背、そして体を反るっていう動きをしていきましょう。これも呼吸と一緒にしてください。自分のしやすい呼吸で大丈夫です。でしっかり反っていくと、反っていくときですね、体柔らかい方は腰反りすぎちゃうので、腕で誘導してあげてください。体を反るっていうよりは腕を後ろに引くようにしながら行っていきましょう。そしてしっかり丸めると、猫背が、猫もびっくりぐらいの猫背を作るように丸まって、そして美しく背中を反っていきましょう。はい、丸めて、反って、と、はい、 OK です。そしたらですね、今度は片方ずつお尻をこう持ち上げます。クイッとクイッと、お腹の横をキュッ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 していきます。キュッ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 としていただいて、肘と膝をこうくっつけるようなイメージでやっていただくと、お腹の横がキュッ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 していきます。お腹の横はですね、布がパーンと張っているような状態ですごい硬くなっちゃってます。なのでそれを伸ばすのは結構大変なので、まず一回クシュッと、布をクシュッとしてあげるようなイメージで、肘と膝を、ね、楽しくリズムよくくっつけてください。1、2、1、2とお腹の横使っていきます。はい、OK です。そしたら今度横向きになっていきます。横向きになっていただいたら、肩、お尻、膝を一直線にするように、
ちょっとなんかセクシーにしていきます。その状態から足を開きましょう。脇腹を伸ばしながらお尻の筋肉を使っていきます。で、脇腹が硬くなってしまうと反り腰の状態で固定されてしまうので、しっかり伸ばしてあげてください。そして内股になってしまうと反り腰の状態になってしまうので、お尻の力を使ってしっかり布団を外に開けるようにですね、お尻の力を活性化していきます。脇腹、お尻としっかり鍛えていきましょう。はい、 OK。 では反対側になっていきます。同じように肩、お尻、膝と一直線にしていただいて、三日月のような感じで、そして開いて閉じてと、脇腹だけ伸ばすのはちょっともったいないので、しっかりせっかくだったらお尻の力も使ってあげながら、開いて閉じて開いて閉じてを繰り返しながら行っていきましょう。ちょっとですね、おへそが後ろに抜けちゃうと伸びにくいですね、脇腹が。なのでおへそを少し前に出すようにして、少しセクシーな感じと、伸びにくいから手をもう少し自分に近づけながら行ってみてください。開いて閉じて開いて閉じて、はい、 OK です。そしたらですね、四つ這いになっていきます。四つ這いになったらですね、膝をしっかり開いて親指と親指くっつけてください。そのままお尻を後ろに引いていきます。これでもいいんですけど、肘をついていただいて、お尻を後ろに小刻みに引いていただくと、内ももがしっかり伸びていきます。内もものストレッチというよりは、ちょっと内ももをバウンドさせてしっかりほぐしていくような動きをしていきます。内ももが硬いとまた反り腰になりやすいですね。あまり伸びない方はもっとですね、膝を開くようにしながら行ってください。で、親指はくっつけてください。はい、 OK です。そしたら今度は膝を閉じた状態で座ります。で、正座きつい方は無理せず大丈夫です。この状態からゆっくり深呼吸です。大きく息を吸って、背中に息を吸って吐いていくような感じですね。背中のストレッチをしていきます。大きく吸って吐いて、背骨が丸まっている状態なので腰も自然と丸まっていきます。腰を丸めてあげる。そして背中のストレッチをしていきましょう。大きく息吸って吐いて、吸って吐いて、自分のペースで大きく息を吸って吐いていきましょう。 OK です。そしたら今度は上向きに寝ていきます。上向きに寝ていただいたら、息を吐きながら腰を潰していきます。吐きながら腰を潰していきましょう。お腹を丸める感覚を育てていきます。うまく丸めれない方、一回向き反ってください。反った状態から丸める。その方がやりやすくなります。しっかりですね、隙間を潰す、隙間を潰す。お腹をふーっと息ぺっちゃんこにして、息吐いてお腹ぺっちゃんこにして、丸めていきましょう。恥骨という部分を自分に向けるような感じですね。 OK。 そのままふーって吐いて丸めた状態にしていただいたら、お尻上げをしていきます。そうするとお尻がキュッと力が入っていきます。上げて下ろしてと、太ももとお尻の境目使っていきます。腰が反ってしまうとですね、お尻の下がたるんでしまう。そしてももの裏の上の部分ですね、そこも弱くなってしまっているので、しっかり使って刺激を入れていきましょう。上げて下ろしてと、勢いよく上げてしまうと腰の運動になるので、腰を丸めるようにこねくり回すようなイメージで上げていただいて、しっかりお尻と太ももの境目硬くしていきます。はい、 OK です。そしたらですね、今みたいに今度腰を丸めていただいて、隙間を潰した状態で胸に大きく息を吸って深呼吸していきます。デコルテに息をしっかり吸ってください。反り腰の状態は腰が反って背中が丸まっている状態ですね。その逆をしてあげます。腰を丸めて胸を持ち上げると、そうすることによって反り腰の反対の動きを覚えていくことができます。胸のトップが上がるとですね、デコルテが上がると胸のトップも上がっていきますので、しっかりデコルテに腰を丸めたまま息を吸って、息を吸った時に背中の筋肉がキュッとなっていきます。はい、 OK です。そしたらですね、ガシャンとしてください。この状態からコロ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 転がっていく動きを30秒一緒に行っていきましょう。コロ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 ですね。背骨で綺麗なアーチを作って、ゆりかごのようにですね、
大きく大きく動かしていきましょう。一番最初にやっちゃうとですね、腰が反った状態になっているので、うまく腰丸まらないんですね。そうするとうまく転がらないので、今ぐらいでやっていただくと結構スムーズに丸まると思います。なのでスムーズに動いていると思います。さあ皆さん一緒に30秒経ったら起き上がりますよ。はい、はい、OK です。そしたらですね、四つ這いな状態から手を前に伸ばしてください。お尻引いて肘をつけます。お尻とかかとを浮かせたままですね、この状態で頭を上げて胸で床に押すようにしていただくと、背中のところがキューッとなってきます。これ肩が内側に入って肩がキューッとなっちゃうと肩きついので、肩外に開くようにしながら、亀みたいに首を前に押して少し前ですね、前に出した時にお尻の位置変わらずに、このまま胸をグーッとして肩甲骨と肩甲骨の間の部分をキュッとしていきます。背中で反る感覚を育てましょう。ここの感覚が猫背は出ない。はい、OK です。そしたらですね、今度は片足を前に出していただいて、骨盤の高さが上がっているのでしっかり揃えます。骨盤の高さ揃えた状態ですね。前に出す。これだと腰反ってうまく伸びないので、腰を丸めることによって足の付け根をしっかり伸ばしていきます。足の付け根伸ばしていきましょう。これでも十分伸びるんですけど、体ねじっていただくとさらに伸びていきます。ここは反り腰の方は逆にこう詰まってしまっているところなので、しっかり伸ばしてあげることによって腰が丸まる方向に行きやすくなっていくので、しっかりここ伸ばしてあげてください。ゆっくり前に行き過ぎちゃうと腰がどんどんこう折れちゃうので、前に行かなくて大丈夫です。はい、 OK。 そしたら最後入れ替えていきましょう。逆でした逆よし。で同じように骨盤の高さを揃えます。で軽く前に行った状態から腰を丸めていきます。丸めた状態でもですね、足の付け根伸びるんですけど、プラスアルファ斜めを溝落ちを斜めにしてあげるとさらに伸びていきます。反り腰が解消されている自分をですね、そこら辺にイメージしながら最後ゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸はですね、自分のペースでしっかり繰り返し行っていきます。足の付け根の伸び感じていきましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。まあ、イメージにするとですね、ネジがガチガチのところはネジを緩めてます。ネジがゆるゆるのところはネジを強くしていった感じになりますので、最後立ち方を皆さんに落とし込んで終わりたいなと思いますので、最後立ち上がっていきましょう。こうやって三角形を作ってみていただくと、内側に入っているのが反り腰、前に出ていると逆に丸まりすぎ、そして床と垂直ぐらいが大体、まあ、いい感じだよねっていう状態になっていくので、反り腰の方って中に入っちゃってます。どうするかっていうとですね、まず腰を丸めます。で腰を丸める感覚がある方はそれでもいいんですけど、ない方もいらっしゃると思うので、その場合はちょっと表現がすごい悪いので、お食事中の方すごい申し訳ないんですけど、お腹を下してもう漏れそうだと思ってください。その漏れそうなのを我慢するようにうーっと引き上げるとですね、お尻の筋肉が働いて腰が丸まっていきます。うーっと引き上げてね、丸まっていきます。これが大体骨盤の正しい状態になっていきます。まずはしっかり漏れそうなものを我慢する、我慢ですね。お尻の筋肉とはももの裏の上の筋肉を使っています。でその状態から胸に息を吸って、デコルテを上げて背中の筋肉をキュッと硬くしていってるような状態になってきます。この状態になっていただくと、まあ、猫背じゃない状態ですね。そして腰が丸まっていくので、太もも外に自然と回っていくいい姿勢を作ることができますので、皆さんですね、ぜひあとはこれをキープしてあげなきゃダメです。キープの時間、いい姿勢を作るっていう時間を作っていただければ必ず解決していきますので、ぜひやってみてください。それでは今回の内容は以上となります。こんな感じで足痩せ情報を配信してますので、ぜひ最新の情報を知りたいという方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。